聖川丸は川崎汽船の上川丸型貨物船の2番船。太平洋戦争では特設水上規模艦、特設運送艦として運用され、戦争末期及び戦後すぐに損傷、沈没したものの復旧して再び貨物船として活躍した。当初予定されていた鮮明案は清川丸であった。川崎汽船では優秀船体整備計画を掲げ、 1935年にタンカー、縦川丸を建造して収益させたのに続いて、ニューヨーク航路用の貨物船4隻の建造を決めたが、その際に4隻の船名を川崎帰船車内で応募したところ、上川丸、清川丸、君川丸、国川丸という船名案が揃った。しかし、新生君国の意義付けとの兼ね合いもあり、最終的には清を生に変えた。 なお、生と書いて、清と読ませるのは、生の名乗りの一つとして存在している。川崎造船所にて竣工後、諸女公会で横浜とサンフランシスコ間を10日19時間6分で走破して最短記録を更新している。その直後の8月12日、瀬戸内海中の政府標北西にて、向こう連絡船第一向丸と衝突して、これを沈没させるという事故を起こす。 日米通商公開条約執行後も北米航路に就航し続け、1941年9月28日付で日本海軍に徴用され、10月5日付で特設水上規模艦として入籍、徴用に先立つ9月20日から横須賀海軍交渉で偽装工事が行われたが、工事に遅れが生じて、竣工は11月15日となった。10月1日、 または11月10日か12月1日に第4艦隊付属となり12月2日にサイパン島に進出する海戦壁島のグアム攻略船では飛行機隊のみが参加して偵察攻撃に従事、12月13日に出港してルオットに移動しウェイク島攻略部隊に編入され第2次ウェイク島攻略作戦に参加敵味方入り乱れる乱戦の最中に 搭載機を持って偵察攻撃に従事した。一機が燃料切れでウェーク島沿岸に不時期して特設巡洋艦金達丸に収容された他は特に被害はなかった。年改まって1942年1月のラバウル攻略作戦にも参加。ついで3月のラエ及びサラモア攻略戦に参加するが3月10日に応援スタンレー山脈を越えて飛来してきた。 空母歴ントン機関のアメリカ第11任務部隊とヨークタウンを機関とする第17任務部隊の艦載機による機種を受け、資金弾により機械室に浸水、攻略部隊の他の所管運転も多大な損害を被る。損傷復旧のため、飛行機体をラバウルで下ろして4月8日に横須賀に帰島後、三菱横浜造船所で修理が行われる。 その最中の4月18日には同リットル空襲に遭遇する。修理後の6月にはラバウルに進出。ラバウル、カビエン、サラモア及びツラギ島に派遣されている飛行機隊も紹介や戦団護衛に出動した。10月11日には、ブッカ島近海を行動中に爆撃を受けて損傷。その後、12月1日付で特設運送艦に類別変更された。 特設運送艦となってからは、ニューギニアの戦いに投入される第41、四団主力をチンタオからウ枠クまで輸送する、併合輸送作戦のうち、兵三号輸送に協力。4月以降は、南西方面艦隊付属運送艦として、セレベスト方面で行動する。9月11日には、マカッサルで爆撃を受けて損傷。1944年に入り、パラを及び、 ダバオ方面への輸送任務に従事、その最中の4月11日には、駆逐艦、シュウンと会合して、ダバオからサンボアンガに向かう予定となっていたが、シュウンは、アメリカ潜水艦、レッドフィンの攻撃を受けて沈没してしまった。6月1日付で、南西方面艦隊付属から、補給部隊に転じアンボンからスラバヤを経由して、湘南に開港される。湘南開港後、 ビン担当さんの防気サイトを積み、7月14日、湘南発の日68船団に加入して、文字に向かう。日68船団は7月20日に、マニラに寄港して加入船の顔ぶれを一部改めた、上で7月23日に出港。11.5ノットの速力で北上したが、7月25日に、至ってアメリカ潜水艦アングラーフラッシャーを呼びクレバルから、なる。 ウルフパックの攻撃を受ける。7月25日午後の攻撃では、陸軍輸送船、秋丸と東山丸がクレバルからの攻撃を受けたが、両船とも回避した。全速力で北上を続けたが、翌7月26日3時14分頃、フラッシャーからの魚雷が、秋丸、東山丸及び 2TM タンカー、大鳥山丸に命中して、大鳥山丸、沈没、秋丸及び、 東山丸航行不能の被害を受けたのに続き、5時ごろ、アングラーから発射された6本内し4本の魚雷の、うち1本が一番戦争に命中して選手部が浸水する。一時は最大速力が7ノットしか出なかったが、やがて11ノットまで回復して、解剖艦、平戸の声により、高尾に入港、魔高に開港の上応急修理が行われ、修理後は、 キールンに移動し、タモ二十六戦団に加入して、文字に向かい八月二十七日に到着。暮れ海軍交渉で本格的修理が行われた。修理後の十一月十四日、非八十一戦団に加入して、高尾に向かう。十一月二十五日に非八十一戦団と分かれて、高尾に入港し、2役作業の後十二月八日に、マモ二十五戦団に加入して、文字に向かい。 12月16日に到着した。1945年1月29日、日93船団に加入して、文字を出港。中国大陸間沿岸部の島所館を縫って南下し、2月5日に船団と分離して、海南島、ミレハヤに到着。紀とは日 88C 船団に加入して、長山列島まで同行し、ついでとも44船団に加わって、文字に到着。 アメリカ軍が沖縄諸島に近接しつつある3月16日、モタ43戦団に加わって、キールンに向かう。戦団は、朝鮮半島南岸、黄海を通過して、大陸沿岸部に取り着くが、3日後の3月19日に、長江川口付近で、アメリカ潜水艦バラオの雷撃により、特設運送船、箱崎丸が沈没し、同じく特設運送船、立春丸が大破して、 上海に入港した。この攻撃をかわして3月26日に、キールンに到着し、航空燃料用ブタノールの原料となる砂糖と台湾からの引き上げ車を乗せ、台湾航路下客船、日光丸と、ダモ53船団を構成して、沖縄戦開始当日の4月1日に、キールンを出港する。4月7日に、ジンタオに、火白の後、 三島半島沿いに投進するが、4月9日、三島半島東端沖に達した船団は、アメリカ潜水艦ティランテの攻撃を受け、日光丸が沈没した。日光丸の遭難者273名を収容した。あと、富山を経て4月13日に、文字に到着した。川崎重工業で、整備の後、鎮太を上海方面に向かうため、瀬戸内海を成功するが、 5月24日に、元山沖で食来して、呉に入港し、呉海軍交渉に入居した。その後は外洋に出ることも、ままならず、7月24日に、アメリカ第38任務部隊の関西機の攻撃を受けて、室津半島市田海岸に格座し、その状態で8月15日の終戦を迎えた。その後、11月22日に好転により横転して、沈没し、 11月30日付に除籍され1946年8月10日付で開用された。1948年、連合国軍最高司令官総司令部は沈没船の引き上げ復帰を許可。これを受けて、川崎重工業のサルベージ部門の手によって引き上げ作業が行われ、100トンの武装と200トンの泥などを取り除き、12月9日に不要。 ハリマ造船職レ選挙で仮修理を行った上で、川崎重工業に栄光して本格的な修理に取り掛かり、1949年10月20日に復旧工事を終えて船舶運営会に引き渡された。なお、川崎重工業のサルベージ部門はこの引き上げが最後の事業となり、1950年に廃止された。復旧なって早くも11月8日にフィリピンへ、 鉄鉱石を積み取りのため神戸港を出港し、ラングーン、バンコク及びシンガポールへ米や防易サイトの積み取りにも出向いた。翌1950年4月に船舶運営が民営に戻り、8月に北米航路の再開が GHQ により許可されると、シアトル航路に就航し、昭和25年8月24日に再開第1、船として神戸港を出港し、 シアトルに向かった。1952年には戦没した同系船の船名を襲名した上川丸が高持船3隻と組んで再開されたニューヨーク航路に復帰した。1953年7月1日にはこの日から稼働した川崎重工業の新造浮きドックに第一船として入居した。1963年8月15日、系列会社の神戸汽船に移籍し、 以降も川崎汽船のチャーター船として活動した。その後1969年12月14日に台湾の船首に売却され、解体のため高尾に到着した後に解体された。艦長特務艦長非81船団は途中、アメリカ潜水艦のウルフパックの波状攻撃で陸軍特殊船、秋津丸及び、マヤヤマ丸、クーボ、シンタカが沈没した。ありがとうございます。